はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビシです。では今回はセラリスガンダムモッドの続きをプレイしていきましょう。前回ようやく第一遠征艦隊にホワイトベースを配備することができたので、まあ、今回もねさらに艦隊の増強というところを中心にやっていきたいというふうに思います。で、まあ、そのためにね鉱物資源を最大化しようというところの動きは変わらずですね。では時間を進めていきます。まあ、ホワイトベースが入ってきたもののやっぱり戦闘艦としては数が必要なコルペットに14艦、このあたりも揃えていかなきゃいけないかなというところなので、まあ、そのために必要になってくる鉱物資源ですね、ここを1にも2にも最優先で獲得していきたいなというふうに思います。で、鉱物資源を獲得しつつ、ちょっと待ってくださいね。ここで海賊か。ラグバット星系。ラグバット星系に海賊艦隊。ラグバット星系の海賊艦隊を退治しちゃいましょうというところなんだけど、ラグバットがどこにある？ラグバット。ちょっと遠いな。遠いけど、これは、財布にいる。どっちの艦隊出すかな。第4遠征艦隊を出した方がいいかな。第4遠征艦隊をとりあえずラムダに出発させましょう。おそらくラムダ星系にラグバットからだと一番最初に出てくると思うので、ここに艦隊を出します。もう鉱物資源がまたねほぼスッカスカになってしまったんで、ここをしっかり回収するところからになりますね。お、時間を進め忘れてましたね。時間を進めましょう。で、調査船が今寝ているのがいくつかあるんで、この調査船をね動かしていきましょうというところと、統合クタノクル公国からの貿易ですね。エネルギー通貨170、鉱物660を提供してくれると。で、こっちは何を提供してほしいの？単に神前の証としてエネルギー170、鉱物660。非常にありがたいですね。ありがたく頂戴しましょう。でだ。調査船を、寝ている調査船を動かしたいので、調査船を動かしていきましょう。で、せっかくね、いただき物があるんで、いただき物を使っていきましょう。鉱物資源ね。これで、またホワイトベースを、2番艦を建設していきましょうか。敵艦隊捕捉。ここはどこかというと、やっぱりラムダだね。まあ、ただラムダには、今艦隊を向かわせているので第4遠征艦隊が到着するまでは、まあ、我慢してもらいましょう。
核融合ミサイルがアンロックされたということなんで、次だな、星系軍港のアンロック、これをやりましょう。今はね、もうすでにガンダムをはじめとしたガンダム、ガンケモン、ガンタンクの3つのモビルスーツは製造ラインに乗ってるので、いつでも作れるというところがあるので、他の研究枠をね使っていきましょう。で、反託同盟軍域ですね。内容的にはどういう内容かというと、異物をマイナス線でくれると。ここはもらっとく、エネルギー通貨2500あるんでもらっときましょう。まあ、もらっとくというよりかはエネルギー1000で買ったというところですけどね。エネルギー通貨という名前の通り、この世界ではお金と同じ扱いになっているので、海賊船はあっけなく撃退したので、このまま第4遠征艦隊はラグバットに進行しましょう。で、ラグバットの海賊船、その拠点を叩くところからですね。で、財布、どうする、財布にいる第2遠征艦隊、これを一旦地球に戻して、地球で艦隊を増強しましょう。さて、次はどこ、艦隊、ああそうね、ここはラグバットを攻略しようという話なので、このまま進めます。で、代わりに第4遠征艦隊を財布に移動させましょう。で、建設船がおねむになってるのはもったいないので、建設船を使っていって、この砲を得たら、ここも鉱物資源6取れるのは美味しいので、ここで鉱物資源を獲得しておきましょうか。あとポップだね、ポップ、ポップもちょっと足りないからな。地球連邦のピンプラーの消えた乗組員ということで、次元ドリフトにはまったということなんですね。これ調査船もう一隻もらえるっていうんだったらもらっときますか。特段というのはありますけど、あとはこの北側だね、北側が広大な
領域として残ってるんだけど、ここにもちょっと手を入れていきたいなというところかな。モルシーにちょっと味方の艦隊、第一遠征艦隊と一緒に調査船を送り込むタイミングを見計らいましょう。このペースでいけばね、ホワイトベースもう一隻いけるかなというところはあるんですが、まあ、ホワイトベース2個作っても微妙なので、ここはせっかくだったら、ここにジムを乗せていきましょうか。出力がちょっと足りないか。出力不足をどう補うかだな。出力を上げたいけど出力が足りないんだったらやっぱりホワイトベースになっちゃうんだよね。ここにジムをポンポンと。ただそれでも足りないの。これでようやくか。ジム2だったらやっぱりグレイファントムにして、ここにジム乗せる方が新しさはありますよね。マイナス50か。これでちょっと一旦カートレックス2という名前で保存して建設のラインに載せちゃいましょう。もうすぐ作れるようになりますからね、カートレックス2は。建設完了したで。まあ、やっぱり他と外交していくとそれなりに得られるものが多い。この国力比率っていうのは、彼らの艦隊戦力は我々と比較して劣等であると言っているってことは、こちらの方が艦隊戦力は強いってことですよね。なのであれば艦隊戦力を考えればこちらの方が有利ってことだな。このままこのままというところだな。艦隊戦力の増強は1にも2にも必要になってきますからね。罹患商業攻撃者の独立宇宙ステーションからの通信。私は罹患商品取引所の代表ですと。余剰の鉱物や食料エネルギーをお持ちでしたら引き取らせてくださいということですね。これで影響力27補充されたので一気に46まで増えましたね。あとエネルギーがそうは言っても少しマイナスの傾向が強くなってきているので、エネルギーの回収は行っていかないといけなそうですね。簡単にエネルギーを回収できそうな場所を見つけてエネルギーを最大化していこうというのと、あとポップですね。ポップをまた回収していかなきゃいけないな。サイド3も鉱物資源はどうしても譲りたくないので、たとえ1であっても
それ以外の得られるところは、鉱物資源を優先しつつ、リンゴも作っていきましょう。調査船がちょっとね、全く使えてない状態になってるというのはもったいないとはいえだ、このあとエアスターズまで広げていくとなると、まずアトミーが必要になるな。アトミーに建設船を移籍移動しましょう。で、グレイファントムのカーレックス2、これを早急に第二遠征艦隊に組み込んでしまいましょう。鉱物資源を最大化やっぱりしていくっていうことを考えると、アトミー、エアスターズ、このエアスターズかな、このあたりで鉱物資源とエネルギーですね、これをそれぞれカバーしていかないといけないかな。全くって言っていいほどエネルギー通貨が回ってない状態になってるんで、これをなんとかね、脱却していかなきゃいけないかなというところです。まあ、選挙は影響力を使いたくないのでこのまま放置ですね。この後はアトミー、エアスターズの順番で国境を広げていきます。調査船は今得たとしてもな、雇用できないからね、人調査船にこれ以上リーダーを使いたくないので、まあ調査船は眠らせておきましょう。正常不安が起きたと。これはどこ？サイド3じゃないの？やっぱりサイド3だね。サイド3は総督を使わしてもいいかなぐらいなんですけど、まあ、肝心のその総督を雇うお金が今ないからね。いや、それにしても通貨がちょっと危ないな。通貨をある程度まとまって取れる、やっぱエアスターズまで急いで進出をかけていきたいですね。で、ステーションではようやくカートレックス2級ですね、これを建造していきましょう。これにはジムが2機搭載されています。で、これを第二遠征艦隊に組み込んで、第二遠征艦隊の増強ですね。調査船に人がいなくなったか。ここは人を雇おう。セイラさん。いや、エネルギー通貨がマジで危ないな。
通貨の減り方がえぐいことになってるんで、ちょっと通貨を最優先で獲得していきましょう。もちろんコールペットもね、第二遠征艦隊にはつけてあげたいんですが、今だとコルペットが第二遠征艦隊に入ってないんで、ちょっとまずいかなというところなんですよね。コルペットはある程度数つけてあげたいので、まあ、いわゆる戦闘機扱いに近いような艦種なんで、大型艦がね、逆にコルペットに張り付かれると、コルペットが、こう、なんていうのかな、ジャイアントキラーじゃないんですけど、ホワイトベースとか、グレイファントムを沈めてしまう可能性があるんで、それは避けたいんですよね。そういう意味では第二遠征艦隊にはコルペットをまとまった数ある程度つけてあげるということをやっていきたいと思います。いや、思いのほかエネルギー通貨の減りが早くて驚いてるな。ちょっとこのマイナーサーバーね、減らしていかないと本当に危ないので、エネルギーが取れるところに、遠くてもいいので派遣してエネルギーを回収して回りましょう。まさかここまでマイナス幅がね、広がってくるとは思わなかったんで、これをなんとか打開していきます。どうする？このまま行くとエネルギー通貨が絶望的に足りなくなるんで、エネルギー通貨を増やす施策をちょっと見ていきましょうか。かといってもな、ポップをこれ以上どうこうするところもないしね。総督が死んだと言われてもな。今は総督よりも先にちょっとエネルギー通貨だな。エネルギー通貨をなんとかしないとまずいことになってるので、エネルギー通貨を獲得していくための施策をちょっと練っていきましょう。発電所だな。The tradition screen displays the tradition trees available to our empire. いや、マジでちょっとやばいな。エネルギー通貨が全然足りなくなってきてるんで、ここの手こ入れが必要になってきましたというところなんですが、ちょうどグレイファントムもできているので、一旦ちょっと短めですが、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていければいいかなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録
あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。